皆さんこんばんは、ジャーナリストの岩上康美です。本日は須藤信彦代議士の議員会館の事務所にお邪魔しております。須藤先生は TPP の問題に関してかなりお詳しく、この問題にかなり危機感をお持ちの先生です。須藤先生こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。この間議員会館の中で院内集会が行われましたですよね。その中でご発言されて、それをもう非常に危機感を持ったですね、ご発言されているのを聞いて、もうその場でぜひお話を伺っていただきたいということをお願いしたんですけれども、この TPP もう分かったように解説する、まあ世の中の評論家とかあるいはメディアもたくさんあるんですが、私どもが取材していく中だけでもどうもこれはですね、関税の取っ払ってですね、自由貿易を図っていくとか、影響を受けるのは農業だけだとか、そんな問題ではないと。24もの分野に影響を受ける。じゃあ24のここの分野にどのような影響を受けるのか、これが全然情報が出てこない。非常に不可解なことが多くてですね、なぜこんなものがどんどんこんな急ぎ足でですね進められようとしているのか、一体何が起こっているのか、非常に不思議でならないんですけど、まずそういうあたりからですね、今日お話を伺わせていただければと思います。TPP っていうのは何かっていうのはね、もう分かんないんですよ。だから TTP っていうと、よく言われるのは FTA、フリートレードアグリーメントですね、自由貿易協定、それからEPA と経済連携協定っていうのがあるんですが、その上にあるということですね。で、それ共通してるのは、通商協定、貿易協定なんですね。だけどこの TPP っていうのは実はその貿易協定じゃないんですよ。で、今まで貿易協定、自由貿易を推進するんだということで進められてきたんですけども、どうもおかしいわけですよね。そこでその話を聞いてるうちにですね、実はその、自由貿易というのは要するに関税を、輸入関税を下げていくというのが大体自由貿易の基本的な内容なんですけども、そうじゃなくて24部会、具体的には23部会ですね、23部会あって、そこの中で各制度の議論をしているということがですね、昨年の終わりぐらいからようやく分かってきたんですね。でそこでもうみんな驚いてですね、これはその通商レベル、貿易レベルでですね、お互いに関税をゼロにしていこうとか、そしてそうすると、農業とか、それはどこでもどこの国でも農業を保護してますから、農業に影響があるとか、そういう話であったのがですね、がぜん違う話になってきて。